さて、これから皆さんに2回戦目を戦っていただきます。はい、はい、それでは好きな場所にお座りください。あっち行きたい。椅子の上に置いてある封筒はまだ開けないでください。涼しい。はい、あ、丸い椅子になっちゃったな。ここ寒いの。約束なんだろうな。せっかくなので先ほどと役割を変えています。何？今回の役割には恋人が2人、狩人が1人入ります。恋人3人だとややこしいな。三角関係、2人でちょうどいいな。連れが生まれちゃいますからね。いや、ひょっとしたら狩人と三角関係マジか。そういう狩人、夜にどんな争いが生まれるか。夜の狩人ね。やばらしで。恋人はお互いが人間だと知っていて協力し合える役割。狩人は夜に一人だけ人狼から守ることができます。それでは一番左の杉山さんからカードを開いて役職を確認してください。はい、じゃあ開きます。はい、いただきます。開きます。食べないからさ。あ、なんだろうな。はあ、目に映ったりはしてませんか？はい、あ、そこまで目を映ったり。シャリンガンに。あ、わかりました。自然に見た方がヒントにはなるんじゃないのかな。大丈夫です。はい、そうね、ネタに走らず普通の表情を見たいね。本当のリアクションが欲しい。わかりました。わかんないっす。対象が悪かった。ちゃんとやった。本当だとそりゃそうなりますよ。いや、こいつはわかんないんだよね。あ、でも良平は菅沼さんが一番近くにいる。そうだ。俺これで当てるよ。これで当てる。これでわかる。これでわかる。はい、見ます。あ、これは多分違うな。違う。すごい。おめえ何がわかんない。真島さん今ので。真島さん逆に見て。逆に。もう一回。何でもう一回見た。二度見ただ。オッケー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 。怪しい気持ち。オッケーって俺基本怪しいからね。怪しい顔してるやつだよ。行きます。そう、僕常に怪しまれる男です。甘いマスクだからな。よかった、狼だ。みんな倒してやるぞ。やってやるぜ。上手に当てるな。ウォーリーどこにいるの？ウォーリー。ウォーリー。ウォーリーどこにいるの？ウォーリーね、いないんですよ。ウォーリーね。ウォーリーね。そう、ゾウとかいるんですけど。見てもらっていいですか？はい、います。あげる。汗かいてない。まだ。まだわかんない。涼しいのかな？涼しいとこ座りましたかね？じゃあ行きます。でも悲しんでる。どの顔？でも、まあ、それはご想像に。よいしょ。お願いします。オッケー。先生、これ長い付き合いの。見ましょう。あの人口よく動くな。食べてます。半数して半数。わかんない。まだってことですか？まだ。俺わかんない。まだ。じゃあ。どうですか？全然わかんない人だ。はい。どっちだ。さあ。賢者コーダに召喚された9名の騎士。そのうち2名は人間に化けた人狼です。騎士たちは2匹の人狼を見つけ、追放しなければなりません。誰が人狼かわからないので多数決で決めることになりました。日暮れ前、全員の投票で誰か1名を追放します。夜が訪れ朝になると人間が1名人狼に追放されてしまいます。こうして昼と夜を繰り返すうちに人間の数は減っていきます。何名が追放されても人狼を2匹とも追放したら人間の勝ち。それよりも早く人間を追放して人間と人狼を同じ数にしたら人狼の勝ち。ただし人狼はお互いを人狼だと知っているので仲間をかばったり嘘で推理をミスリードできます。一方、人間には2種類の能力者がいます。狩人は
夜に選んだ誰か1名を翌朝まで人知れず人狼から守ります。人狼のターゲットを狩人が守った場合、人狼は誰も追放できません。恋人のカップルはお互いが人間だと知っていますが、片方が追放されるともう片方も一緒に追放されます。投票で追放になっても、人狼に追放させられても恋人は一緒に追放されます。9名の内訳はご覧の通り。役割はランダムに決められるので、自分以外の誰がどの役割なのか分かりません。でもどの役割が何人いるのか知っているので、それがヒントになります。人狼を見つけ出し、人間が勝つのでしょうか、人間を騙し寄せ人狼が勝つのでしょうか、それはまだ誰にも分かりません。それでは人狼バトル2回戦スタートです。どうする？さて俺もう喋んない。全員喋ってください。全世の曲を楽しんでください。リセットしましょう。リセットしましょう。あ、そうか、一回追放されたんだもんな、さっきな、はい、俺らもリセットしてもらわないとね。そっか、まだ悪いメガネの印象が。木村さん怖いね。もういいメガネじゃないかもしれないんだよ。もしかしたらあっちが悪いメガネ。外したメガネ。外したよ。これでいいのかい。もうメガネですらないんだろ。よいしょよいしょ。目が見えないからね。まあ、予言者がいないわけですね。そっか、そういうことになりますね。そっか、恋人がいる。恋人がいる、まあ、言った方がいいのかな、一人言わない方がいいのかな。これどちらでもいいかもしれないです。どう思うかでいいと思いますね。一人ずついてもいいと思いますっていうのをもう言ってって、じゃあそうしますかにした方がいいと思います、ね、うん、多数決でいいぐらいのレベルです、うんうん、適当でいいぐらいのレベルです、うん、正直狩人がいるので恋人一人出るだけなら守ってもらえるんじゃないかっていうのもありますし、一応確率的には言っといた方が微妙に恋人が守られる確率は上がるんだよね。上がります。確実に守れるから一、ね、人守れるんで、はい、だって人狼二人除くとね、人間は一気に最初6人ってことだから、結構なね、そのうちの3分の1ぐらいの確率でね、うん、誰かに当たるとか、ね、人狼以外だとね、うん、確率とかになるともうわっけわかんない、うん、あ、まあ、ちょっとだけ上がるぐらいです、ね、うん、まあまあまあ守れるってこと。でも、まあ、恋人がいると例えば人狼がすごく誰かが誘導してみたいな可能性は減るかもしれないですよね。恋人がやっぱり確定で、あの、とても清く見える恋人がいるので、清く見える、今僕は清らかなお付き合いをしている、そう、清らかなお付き合いをしている恋人がね、狼じゃないね、プラトニックね、プラトニックってことでしょ、プラトニック、プラトニックね。ただそのデメリットを言うと、うん、その先ほど三角関係みたいな話してたんですけど、あの、恋人が出た場合、恋人が、あの、狩人がいないと恋人はもう守ってもらえないじゃないですか。だから狩人がもしオープンなんで出ちゃった瞬間にはもう蹂躙されるだけなんです。恋人もすぐ殺される。その人はもう次の、昼かには絶対にと、はい、もう絶対に、ね、もう3人が運命共同体になります。もし恋人が言うなら、狩人だけど2人組じゃないんだね。そうなんですよ。恋人は2人組、恋人は2人組だけど狩人は1人なんだ。そうそうそう、ややこしい。今は8時ちょうどじゃないと思えても。あ、そうね、まだだからね、まだ大丈夫だな、そうですね、そういうことか。まあ、これで分かった、岸尾さんは違うな。あ、何ですか。あ、よかった。トークが冴えてる。余裕がある。もう信じます。ちょっと怪しく見えますけど、余裕がある。この人余裕がある今。まあ、もし今夜菅沼さんが、追放されたらあれって思うようなね。でもそれを利用する人狼がいるかもしれない。いるとは思います。なんならもう勘がすごいっていうのが分かっちゃったんで、最初にやられちゃうかな。いや、分かんないですけどね。そう、もし、まあ、じゃあ言うと、僕的にはやっぱ恋人出た方が場が まとまりやすいんで、出た方がいいとは思います。で、はい、挙手制にケツ取ってもいいのかな。出た方がいい人、出た方がいいかどうか。僕は出た方が若干いいかなとは思うんですけど、じゃあ、うーん、難しいね。信長君はどう思う。僕もやっぱどちらかというと一人出た方がいいかななんて思いますね。あ、そうか。そして、うん、出ないと逆に誰かが狩人をこう持ってた時に守れないってことか。まあ、ランダムで守ることランダ。あ、そうか、ランダムで。狩人の人の判断材料がないってことなくなっちゃうのか。あ、そっか。
どっちがいいんだろうね。おきつくん全然喋んないけど。おきつくん。メガネはさっき外しただけで。外しただけです。ってますけど、僕は恋人じゃありません。はい。はい、じゃあ何なんですか。人間でしょ。他何も言えないでしょ。人間でしょ、まあ、いや今してた話は恋人は名乗り出るべきなのかどうかって、ね、あ、そう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 、そういうこと、そういうこと、どういうことですか。恋人じゃないもん。あ、いや名乗りじゃなくてべき出た方がいいかっていうことを、村のために、村のために恋人の人は出て出た方がいい、出た方がいいと。いやいや出た方がいいでしょ。ケツ取る、多数決で、多数決する。じゃあそうしますか。じゃあ先に、先に出ない方がいいと思った人はここで言っといた方がいいですか。あ、そう、むしろそうが欲しいかもしれない。出ない方がいいかなっていう人の方が、特にそういう意見は、まあでもね、ここまで言って出ないってことは確固たる出ないって意思があるかもしれないし、であまりにもここでケツとか取っちゃうと、仮に出た場合はいいですけど、出ないってなった時に狼側が、ああでも多分恋人この辺だろうなって見えちゃう可能性も、あとほら、出ないって言った時にさ、あの両方がうわーって言っちゃう可能性もあるよね。せーので言わなきゃいけない。ははいみたいになっちゃった。ああって、いやそれはね、はい、私もこれ恋人で、ああ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 これはもし違ったら他の本物の恋人2人があれってわかるわけだから、あれってわかんないな、その判断がないってことは本物なんだろうなと、うん、はい、今のところそう、今のところなんかおかしいっていう感じをしてないもんね。もしも陽平さんが偽物だったら、私が真の恋人だって出る人がいるはずなんで、いればもうその時点で、はい、いないからもう真実が怪しい、まあ、何せよ材料が出るから出てもいいかなと思って今僕言ったんですけど、なるほどなるほど、でも木村さんの直感で、だから僕を守ってください。カリウドの方は、うん、なるほど、あ、ね、まだ3、まだ3、さっきより早い気がしたな。じゃあ両兵を守っていく方向なんだな、うん、これはな、うん、確定したと、うん、あと投票とかをどうするかね、うん、木村さんはどの髪型が好きですか。これずっとね今日ね、大作さんの髪型かっけえなと思ってたかなり持ってるからね、超かっけえな、それ自分でできんのかなと思いながら、アイスラッガーくらい飛ばせる、アイスラッガーとか飛ばせる言ってね、今日来てないですよ、刈り上げがね来てるからね、素晴らしい刈り上げ、コボちゃんか俺かくらい、コボちゃん刈り上げくんじゃなくてコボちゃん、俺コボちゃんじゃない、コボちゃん戦うの唐揚げくんかコボちゃん、あ、確かに余裕ありますね、余裕あるでしょ。じゃあやめた方がいいかな、いつも通りだぜ。2番目どうですか、2番目にこの髪型いいなみたいな雰囲気、髪型、髪型基準、髪型基準、何でもいいんです、材料が出ます、話が動いた方がいい、はい、甘いマスクだよねそこは僕も気になってました、スマイリー、まつげ、スマイリー、大丈夫です。笑顔じゃなくなるとどんな感じなんですか。それクールだけど怪しいな、ちょっと声優さんっぽいとこ見せたじゃん、見たい、声優さんっぽいところが見たいな、なんか今度こそ俺は活躍してみせるあ、また書いてある、なんだこれ、よかったですよ、よかったよ、よかった、頑張ったよ、センターが似合うね、似合ってセンター、センターやったらね、やっぱ青鬼って違う、うん、うわー、はい、さ、じゃあ時間も時間もないことで時間も時間だし、まあでもリアルに言うと陽平さんに、うん、まあ、この辺からみたいな候補挙げてもらうのはありかなって思ってます、はい、うんうん、まあ、特に意味もなく2人名前出したので、まあ、そこ乗ってくださってもいいし、自分が話聞いてみたい人に投票して散らしてもらっても構わない、ね、1分前だって確かにそれもありですね、うん、雰囲気でもいいですし、うん、今のサイズなくても、うん、まあ、逆にそこでね、いやそれでもでなる人はある程度覚悟していただいて、確かに、うん、この人勉強してね、もうねどっちか分かんなくなっちゃった、成功の対策、おめえ何なんだよ、分かんなくなった、もう勉強しすぎた逆に大作さんから見てどうですか、菅沼さん、いやでもやっぱりね余裕あると思いますね、なるほど、なるほど、うん、あんまさっきと変わんない感じです、余裕はなるほど、じゃあそんな信彦さんは誰が怪しいと思ってるんですか。俺ね、若干信長くん怖いかなっていうのはあるかも、うん、もしかしたら、でもこれは、うん、何かしらの役職は持ってんのかなっていうイメージがあって、あ、ただの人間ではないと、そういう怖さがある、うん、あ、
まあ、前世の記憶をたどるのはよくないんだけども、あ、早いな。わかんない。何一つもないな。わからん。投票の時間です。もう人狼だと思う相手にバラを渡してください。順番は順不動で構いません。それではどうぞ。一度、うん、ひろきさんの弁明も聞いてみたいなっていう。俺？はい、それだけです。ちょっと喋らないって決めてらっしゃるらしいので。最初に宣言してそう。ついつい何か言ってる俺が今。あ、そういう意味ではちょっと今回口数が、はい、はい、確かに。僕はさっき言いかけたのは、信長君がこの前悔しがってたんですね。悔しがってて今回やる気ムンムンな感じがするんで、なんかそこがどっちか転んでるけど役職っぽいからあんまりやりたくないっていうのが今初日はあって、だからすいません。さっきからね見てるなって思ってた。そうね、僕でもねなんかねまたって思われると嫌なんだけど、彼がメガネつぶしやろ。このメガネつぶしやろ。メガネとかじゃないんだけど、なんで遊ばせてくれないんですか。なんかね雰囲気がね嫌な感じがするんだよね。誰残ってんの。メガネ返し。やり合い。メガネ返し。メガネ返しか。だからおしゃべんない。なんか言っちゃうな。僕真島さんも気になってるんですけど、いただきます。ちょっと役職の話をすごいしてたんで。お、でもこのままだとマジ一人になっちゃうのはちょっとあれなので、メガネ同士で話し合っていただいて。ラスト2票デジャブル。なんでや、そうか、せめて夜を体験させてほしい。夜を体験させてほしい。それ終わった後で、終わった後で。ノブやね、あ、ノブやね、信長くんやね、キムがね、どうしてもこのさ、いつもやっぱりちょっと聞きたいよね。今回は大丈夫でしょ。今回確定で。今回は絶対大丈夫。今回は大丈夫。確定かな。あ、まあそうか、恋人だもんね。そう、恋人だから。今のトークの中だと、岡本くんがやや時間をあまり関係のない話に振ってたような気もするけど、ただ話も聞いてみたいので確定させずに一応じゃあ。おー、奥さんか。全員の投票が終わりました。杉山さんに1票、真島さんに2票、沖津さんに2票、高橋さんに2票、岡本さんに2票。よって真島さん、沖津さん、高橋さん、岡本さんの決選投票を行います。4人はその場に立って最終弁明を行ってください。それでは真島さんからお願いします。はい、まあさっきもそう言ってたんだけど、まあ、人間なので決断、まあこの段階だと本当に材料が何もない状態なんで特に言うこともないじゃないんですけど、とりあえず本当に人間です。それは間違いない情報です。菅沼の鑑定合ってるなって一番初めに思いました。もうこれ、続きまして沖津さんお願いします。夜を体験したいんで一日だけ、せめて一日だけお願いします。では高橋さんお願いします。これ反対弁論とかも思いつかないぐらい今難しいでございます。刺さってますもんね。バラが刺さっちゃった。僕は人狼ではありません、バラ人間。なんで僕に言うんですか。とてもカメラなんか向けるかこんなことない。はい、ちょっと人狼ゲームが楽しくなってきてるのでもう少し参加したいです。よろしくお願いします。皆さんそれでは岡本さんお願いします。はい、まあ、関係ない話をしたつもりは全くなくてですね、村のためになることだけを僕は言ったつもりです。そして今、恋人が出てて、まあ、普通に
場はいい感じには、ま、来てるとは思うんですけども、僕は村人です、そして死にたくないですとだけは言っておきます。はい、怪しい人はでもまだ分かりません。それでは決選投票を行います。残りの5人の方は指を上げてください。一斉に4人のうち誰かに投票していただきます。せーの、真島さんに刺した方、はい、1票、沖津さんに刺した方2票、高橋さんに刺した方0票、岡本さんに刺した方2票ということで、沖津さんそして岡本さんの決選投票を再度行います。真島さん、高橋さんは座ってください。投票に参加していただきます。それではもう一度沖津さんと岡本さんに弁明をしていただきます。まずは沖津さんから。何も言うことはありません。それでは岡本さんお願いします。なんで僕に来たかは、もし僕が釣られた場合にはもうかなり聞きたいところですね。僕になんで刺したかを聞きたいです。はい、それでは残りの7名の方は指を上げてください。どちらかに投票していただきます。せーの、沖津さんに投票した方5票、岡本さんに刺した方2票。今回追放されるのは沖津さんです。すまん、ほんとすまん、悪気はないんだ。夜が生きられない。多分そっちの方が美味しいよ。追放される沖津さんの正体は、人狼です。じゃあね。好き勝手裏で言ってやるから。覚えてろ。現在人間7人、人狼1匹。お疲れ様です。お疲れ様です。また追放されました。今日も1日目のお昼で追放されましたが、今度は人狼役でしたけど、でも勝てるんじゃないかな。いい感じで勝てるんじゃないかな。ちょっと裏でもう好き勝手言わせてもらいます。はい、正直者は汗をかき、嘘つきは汗をかかないんじゃないかな。何が失敗だったと思います？汗をかかなかったことですか。さて、騎士たちが目をつむっている夜には何が起きているのでしょう。人狼はゲームマスターの呼びかけで目を開くと、身振り手振りでターゲットを選択。ターゲットにされた人間は夜が明けると追放されてしまいます。一方、狩人は誰を守るのかゲームマスターに伝えます。朝になりました。皆さん目を開けてください。昨晩人狼に追放されたのは、高橋さんです。追放される高橋さんの正体は恋人でした。なんで？高橋さんは恋人なので、もう一人の恋人を発表していただきます。みんな、これは損失だぞ。もちろん木村良平だよ。はい、
もう一人の恋人である木村さんも一緒に追放されることになります。ごめんね。いや、これはショックですね。わからないようにしたつもりなんですけどね。ね、俺わざわざここにバラも渡したし。そう、あ、来た、そうか。マジかし。やるって思ってました。何にもわかりません。ヒント残せません。頑張ってくれ。頑張れ。現在人間5人、人狼1匹。はあ、あれかな、ま、か俺があのプライベート的にこう信頼がないってことかな。え、そういうことじゃないの。あ、怪しい。あれか、俺が、違うか、人狼からしてみれば読めないんだと思います多分。あ、そう、怖いのかもしれない、ね、こいつどうなるか分かんねえぞと。うん、そういうことか。はあ、いや俺ね、はい、恋人が決まったっていう時にものすごく安心したの頼りになると思ってたの。はい、僕もです。しかも今度は気配を消すとおっしゃってたので、気配を消してても自然じゃないじゃないですか。はい、完璧だと思ったんですけど、はい、絶対こっちに、この段階では矛先が来るとは全く思ってなかったので。特に話の流れでもなかったですもんね。なるべく参加しないようにお見事だったんですけどね。完璧だったんですけどね。おかしいな。悔しいね。悔しい。これダメだ。ちょっと乾杯ですわ。いや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 、裏で見ていきたいと思います。はい、はい、というわけで僕はなんで杉山さんと真島さんから票をもらったのか聞きたいっていうのがあったんですけど、今恋人が死んだことによってその嗅覚のある菅沼さんまで僕は疑い始めて。マジで？いやでも、いや多分違うと思うんですけど、違うと思うんですけどいいよいいよ、でもそれはもういいよ、すんなりと行こうや。でも普通にストレートで行くならば杉山さんは僕にずっと僕なんですね、うん、でこれはなんか村っぽい気がするんです。まだわかんないです、まだわかんないですけど、この確固たる意志っていうのは当然持ってて当然だし、で気になるのが変えた真島さんです。僕だよね、はい、そういうことになるよね。なんで変えたんですか？二人とも気になったというか、はい、その2回目の面々の時に急に自分のことを言い出した感じがあって、はい、それまでずっと場を回そうとか、はいはいはい、村のことをみたいなことを言ってたのに。なるほど。それがちょっと引っかかったの。なるほどなるほど、うん、最初ちなみにどなたに投票してました？小吉君。なるほど、うん、なるほどな。最初はでも最初は多分ばらけさせるっていうのが強いと思うんで。いや、小吉君はなんとなくその恋人は誰かって下りの時に今まで最初から言ったんじゃ、僕は人間ですって言ってたんだけど恋人じゃありませんって言ったのね。で、そういう言い方今までしてなかったなと思って。いや正しい、うん、それは正しい。吉君はなんとなく分かったよね。なんか臭かった。恋人はサンタクロースって言ってた。あ、マジで。あ、間違いない。あら、もうそこ皆まで言ってましたか。やっぱ言ってた言ってた。あ、俺がずっと岡本君を指してたのは、はい、さっき言ったみたいに結構理路整然と論理的に会話というか、はい、村のために会話を進める。結構出す、まあ、その大枠は外れてないんだけど、なんかちょっと余計な時間の取り方をしてる感じが受けたのね。で、あったかな。でもそれもあったかもしれない。だからそこがちょっと引っかかってて、はい、なんかあんまり脱線した話をするタイプじゃないなと俺は思ってたから確かにそう、ちょっとなんかっていうのがあって怪しまれてますもんね。僕だって僕じゃない僕じゃない僕じゃないんだよ僕じゃない見てくれこの目こっちだけちょっと奥舞台なんですよ。真島さんは信彦さんが今じゃ怪しいと思ってますか？今僕の中で怪しいのは、まあ、さっき刺したからっていうのはあるけど、ちょっとね今違う気がしてて。じゃあ誰？今僕が怪しいと思ってるのは信長くんが。実は僕も同じで、うん、さっきから見ててなんか妙に静かだなと思って、うん、その1回戦目の時のそのポジティブに発言してて、うん、実はまあ、僕も含めて間違って刺しちゃったっていうのもあって、その時からするとあれなんか村人サイドの発言があまりないなっていうのがちょっと気になったといえば気になったっていう。僕もね、これ間違ってたら本当ごめんなさいなんですけど、もう真島さん狼だと思ってるんですよ。僕もすいません、ちょっと思ってました、うん、なんかでもさっきから確かによく目がずっと真島さん見てるんですよ僕さっきから実は、うん、で僕は逆によく目が合うからおかしいなって思ってる、うん、
僕もどっちかに絞られちゃってるんですよ。どっちか、はい、僕はでもまだまだ絶対やめてください。菅沼さんはもう完全部完全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 完これでね、狼だったらね、成長したぞ。いや、でも絶対そう言われるとちょっと揺らぎそうになるんですけど、相当これ勉強したぞ。これあると思います。なんだったら最初に投票しに行くっていうのは、うん、投票がばらけると思ってそこまで読んでやってるっていう線もあったんで。だってさっき良平さんが最初にいわゆる身内切りにするのすごい頭いいと思ったっていう話してたのも真島さんだし、で恋人の陽平さんが最初にひろきさんに投票したっていうのもそれと同じことを陽平さんがしてるから、ひろきさん髪が恋人だと思って噛んでるんだったらそこに至るのって彦さんか真島さんなのかなとか、狙ってやってんだったらですよ。すごいと思った高橋ひろきさんをここで食えるのは、うん、俺すごいと思った。僕だと絶対彦さんが人狼じゃないなら彦さん行くんだよ。そう、俺も次多分食われるなと思ったんだよね、うん、なんなの。僕だったら信長君本当襲撃します、正直言うと。怖くもあるんで、うん、どう思いますか。いや俺はやっぱり僕ですか。やっぱり僕ですか。信長やっぱり信長君になるんだよ。信長コンビやっぱり結構流れやすいです、うん、本当ね。どうしても狙われるよね、うん、怖。なんか俺はそんなロジックでできないけど、なんか、うん、ああいやでも正しい。さっきの高橋さんを言ったっていうことに関して言うと、ここが恋人だっていうのは言ってたでしょ。で守ってほしいっていうのがあって、誰かもう一人恋人がいるわけじゃない。で僕は熟年者じゃないので誰がもう一人の恋人かっていうのは全く分かってなかったので本当に意外だったの、うん、いやこれいつものマジなんだよ本当です。菅野さんにそう言われると本当ごめんなさいってなっちゃう。これがいつものなんだよ。この喋り方がいつもの的確にものを言うやつだから。じゃあ僕間違ったのかな。いやでもこれでもそうだったらごめん、足引っ張る俺。でもこれいつものマジなんだよねこの言い方。そっか、メガネーズでちょっとおきつさんに気持ちがあったんですかね。ちょっとおきつさんに対してのリアクションが仲間っぽかったんですよ、うん、ああいやでもね、あれは夜行きたいって言ってたのに、うん、でもあれ怪しくてごめんねって思っただけなの。そっか。でも最終的には僕の方に票来ましたもんね。まあそれはその後の弁明を聞いての感想だけど、まあはい、そっか、そのあれはあるよね。ストレートに、ストレートに考えるとやっぱり僕を票差した人は、ね、うん、限りなく怪しいんです。そうだよね、自分はだって白だって分かってるからね、釣らないでって強く主張しましたからね、はい、うん、逆にそれが怪しく見えたっていうことだね。まあなるほど、難しい。これでもどうなんだろうな。これダメだ、菅沼さんが言うことが全部本当に聞こえてくるから。ちょっと本当菅沼さん、ダメだ俺。だからこそ杉山さんどう思いますか。僕の中ではさっきまで言ってたんだけど、でもなんかその話の今の、はい、あの2日目の話の進め方見てて、やっぱり信長君が気になるっちゃ気になるなと思ってて、それをなんか否定したりとか、もしくは他の人のこういうところがっていう意見とかがなんか参考になればと思って聞いてて、ただそこまでのがうーんどうだろう。で僕の中では岡本君と真島君がちょっと可能性があるけど、一番可能性高そうだなって感じてる。逆に僕が狼だったらそんな露骨に怪しく喋らなくなったりしないですよ。こんな強く言わないし。わかんねえよ。いや例えばさ、この先人間サイドとして投票の時間です。来た。人狼だと思う相手にバラを渡してください。で大丈夫ですよ、大作さん。僕で本当にわかんないよ。いやでも今のって言ったらもう違ったらごめんなさいなのか。菅沼みたいであったけど、俺も勘を信じたい。さっき興津くんが勘で当たったのでここかなって俺は思ってる。帰ってきた。チラシ、チラシでも分かんねえな。じゃあ とりあえず行きます。なんだったら僕次襲撃されるレベルだと僕は思ってるんで、だとしたら信長君はちょっと強すぎると思います、その場合は。はこれ違ったらごめん本当。
あと？あと3人。ってことはポンポンポンってすれば弁明聞ける。はい、じゃあとりあえずノブで。いやじゃあ行きます。聞いてみよう。でこれでこの行動で杉山さんも、僕は疑ってませんけど、なんとなくそれで分かるから。そうですね。この状況だと、もう一回今回可能性のある人たちの話を聞いた方が賢明だと思うので、聞くだけ聞いてみましょうか。そう、間違えて聞くだけ聞いてみましょう。全ての投票が終わりました。真島さん2票、島崎さん2票、岡本さん2票。よって真島さん、島崎さん、岡本さんの決選投票になります。3人はその場に立って最終弁明を行ってください。それでは真島さんからお願いします。はい、そうですね、何度かこのゲームを、やらせていただいて、つくづく向いてないなと今思ってまして、まあそれはさっき分かるってこう長い付き合いだから言われたっていうのもあるし、ちょっとおかしいってさっき言われたじゃないですか。で自分で今やってて思ったんですけど、確かに違うなって思ってるんです。今人間なので、そこをぜひ信じてほしいです。うん、続きまして島崎さんお願いします。そうですね、僕が狼だったら今のターンでは絶対にひろきさんじゃなくて信彦さんを絶対に噛んでます。でそれ分かるはずなのに信彦さんが僕に投票してきたのがすごく引っかかってて、でだからまあ彦さんが人狼ももしかしたらあって真島さんごめんなさいなのかなとかもあるんですけど、僕的にはこの2人のどっちかになっ、この2人がいてくれるのはすごいありがたいんで、僕だったら絶対信彦さんを噛んでるんで僕は狼じゃないです。それでは岡本さんお願いします。はい、まあ前世もそうだったんですけど、僕は信長君を疑ったんですけど、その時の表情が何やってんですか信彦さんみたいな目だったのがすげえ怖いです。でもなんか信長君は確かに怖かったんですよ。でも言ってることも正しかった。僕がもし、狼だった時には信長君を絶対食うし、信長君はその逆を思ってるしっていうのは確かにロジック的には合ってるんです。だからもしかしたら真島さんなのかなって今ブレ始めてはいますけど、分かんないです、もうこれは。はい、それでは投票に参ります。いやー分からん。残りの3人の方は指を上げてください。せーの、島崎さんに投票している方1票、岡本さんに挙げている方2票。よって本日追放されるのは岡本さんです。追放される岡本さんの正体は、人間でした。ごめんよノブ、申し訳ない。いや、ぜひ気にしないでください皆さん。僕ははっきりと狼が今わかりました。皆さんあとは頑張ってください。俺は分かんねえよ。正直抜けれてよかったな。現在人間4人、人狼1匹。お疲れ様です。お疲れ様です。とうとう追放されましたね。追放されました。僕は信長君にやられたと僕はもう信じ込んでます。はい、最後誰が人狼か分かったみたいな、はい、僕は信長君だと思い込んでますよ本当。それはどういうことですか。
ロジック的に言うと、信長君がもし村人だった場合、村人だった場合は、僕がまず初日に断固拒否していたのを見て、役職持ちかもしれないと思って残しておく可能性があったんですね。で、さらに言えば、信長君がもし、狩人だった場合にはあり得るかもしれないです。僕を当然役職持ちだったらもう消去法で言うと狼しかなかったんで、なんで信長君は結局どっちかだとは思うんですけど、まあ、どっちに転んでも僕は信長君にやられたということになります。はい。朝が来ました。皆さん目を開けてください。昨晩人狼に追放されたのは、真島さんです。なるほど、ごめんなさい。そうっすね、まあ僕に来るだろうなと今思ってました。追放される真島さんの正体は人間でした。まあそういうことですよね。やっぱ信じてた通りだったな。だから僕は今回、うん、本当のことしか、うん、思ってることしか言ってなかったです。その通りだった。それがヒントになればいいなと思って去ります。頑張ってください。現在人間3人、人狼1匹、お疲れ様です。お疲れ様でした。粘ったんですけど、ね、あ、難しいですね。さっきもまあ言ったんですけど、そのまあ向いてないなと正直このゲームがあまり向いてないのかなと。嘘をつくのがやっぱり苦手なので、まあ、なので人間になった時の方が動きやすいなっていうのはありましたね。本当のことで言えるので、うん、誰が人狼だと思います？残りこれやっぱ信長君かなとは思ってるんですけど、もしかしたら杉山さんっていう何もあるのかなっていう疑いが。杉山さんだった場合はもう全く分かんないレベルなんですけど、うん、信長君が怪しいと思います。でも これはどうなん、しんどね、いいですか、マジで、先生怒んないから、目つぶって目つぶって、自分が人狼だってのは手を挙げて、うん、先生だけが見てるから。うわ、給食集金を取ったの誰だ、怒んないぞ先生。まあこうやってると時間なくなっちゃう。そうだね、行きましょう、行きましょう。まあその一旦前で一番あの容疑になった3人のうち2人が消えてるという状況で、人間側の判断を明確にするためにここで立場を明かします。僕は狩人です。あ、そうか、狩人、はい、で守ったんですけどあっち行っちゃったんであってなってました。なのでそうすると、まあ後の判断はお任せ。消去法というか普通に考えて、はい、マジーが指さしてた人が怪しくない、うん、さっき ね、マジーは誰に指をさしてたか、うん、だと思うんだよな、うんうん、ですね。そうすると信長なんだよな。だそのさ、ね、さっきの2人が残ってた時、そう2人とも同じ意見だったじゃない。そういう意味ではそのなんか候補に上がってた人でもあるから、でその2人が襲撃とで、まあ、その消えてるっていうことは可能性として一番高いのかなという、うん、逆にね、そういうふうに思うわけなんですけど。あー、そっかー、うん、いやー、なんかある反論ある？反論っていうかごめんなさい、僕はもう考えてたことがね、うん、完全にずれてたんで、
どうしようかなと思ってるんですけど、僕正直僕してもどっちかになってるんですけど、当然どっちかもわからないですし、でもこれね、岸尾さんと俺どっちかだったら俺らすげえ作詞だぜ、ね、これすごくない、これがもし人狼、そう俺本当人狼であってほしいぐらいだもん本当に。さっきと一緒だよ、さっきと一緒だよ。あとこれを言ったらいやらしい話だけど、俺どうしてこの席に座ったかっていうと、さっきここ人狼だったのよ、だから絶対ここ人狼にならないだろうなと思って座ってて、あの人も同じ考えでしょ、だから絶対にここ人狼じゃない、うん、場所変えようと思ってこっち人狼、井の一番にここ座ってるから俺もここ、うん、同じ考え、これは絶対合ってる、ここは違う。え、なんでひろきさん噛んだんすか。いやだから俺らは違うよ、うんうん、え、なんでひろきさん噛んだんですか。いや俺ら違うよ。わかんない。いやいや秀吉くんでしょ、あ信長くんでしょ。いやいやいや違う違う、家康くん、あ違う、信長くんだよ。今僕一番にやっぱ見てます。まあそうですよねっていう、ごめんなさい、でも、うん、僕はもう僕は違うとしか言えないし、まあ、言ったら僕狩人と人狼だと思ってたんで、でも2人とも違って、 その2人が挙げてた候補としても最終的に残ってるのが信長くんかな。ダメ、本当僕は違いますとしか言えませんし、確かに、あのボロっていうかあれは出てないんだよ、全然もう、ね、悪いところ出てないから、あと分かんない、すごい先輩やっぱすごいですね。いやこうね話をしてて、はい、雰囲気がなんか、まあ、控え室からとか1回戦の時と比べて、うん、なんかちょっと違うなってっていうのをずっと感じてて、それは今でも印象が変わってなくて、僕も絶対真島さんだって途中からずっと思ってたんで、うん、外してあまりにもショック で今ちょうど青鬼プロなんですよ。あ3人残ってる、うん、いや青鬼の先輩すごいなと思いました。僕今もう全然わかんないです、うん、でも僕じゃないと信じてほしいとしか言えなくて、まあ、自分はそうだよね、分かってるからな。あとはちょっと残り1分でしたっけ、うん、あもうだ、でもここは無敵ゾーンだからね、うん、ここは無敵ゾーンだからここに置くわけがない。なんか投票の時間です。人狼だと思う相手にバラを渡してください。じゃあ逆に信長君は誰だと。そうだね、そっから決めてもらおうか。まあそうだな、先輩だからな、一番だな。俺でいいよ、俺で。お、やっか、背中で語った。なるほど、これでも岸尾さんだったら怖え。うん、嘘でしょ。いやでも違う。投票を行ってください。いやもう信長、ね、いや俺はそう思っているよ。これで違ったらごめんな、違ったらごめんな、確かーごめんなさい。全ての投票が終わりました。島崎さん3票、そして岸尾さん1票ということで、本日追放されるのは島崎さんです。追放される島崎さんの正体は、人間でした。いやあの真島さんごめんなさい。うわこれ分かんなかった、見抜けなかった。真島さんごめんなさい。現在人間2人人狼1匹、いやもう分かんない分かんない分かんない、もうね絶対真島さんだと思ってたんで、いやーダメですね決めつけちゃ。
すごいなぁ。なんでひろきさん噛んだんだろう。もう誰もかもわからないですか。もう僕ね、ダメ、もう。嘘ってなっちゃって、わぁ。朝が来ました。皆さん目を開けてください。昨晩、人狼に追放されたのは、杉山さんです。いやー、難しい。追放される杉山さんの正体は、狩人でした。いやわからない。すいませんでした。難しいな。失礼します。ということで、人間と人狼の数が同じになったので、人狼チームの勝利となります。わーい。人狼は、あんた人狼だったんかい。岸尾さんと興津さんでした。あー、しんどかった。無敵ゾーンじゃなかったんだね。びっくりしたよ。でも座ったのはそのつもりで座ったんでしょ。そのつもりで座った。じゃあ俺もそっちかこっちかで迷ってたから、絶対こっちねえと思ったらありやん。すごいね、運営はね。まいった。絶対大丈夫だと思ったんだよな。そこ座ってっから。人間と人狼が同数になったので、人狼チームの勝利。お疲れ様です。お疲れ様です。最後とうとう解放されてしまいました、はい、いやもうあの段階になっちゃったら、やっぱり狩人だってことをカミングアウトしちゃってるので仕方がない、まあなるだろうなとは思ってたんですけど、いやーねえ、信長くんじゃないかなと思ってたんですけど、ごめんね、信長くん。誰をずっと守ってたんですか。僕最初、木村くんが、まあ、恋人役だというふうにカミングアウトしてたんで、木村くんを守ってたんですけど、まさかの相方を一発で当てられてしまうという、まあ、人狼サイドに当てられてしまったので、これはもういかんともしがたいなと思って、次第ですね。これ本当に何でしょう、まあ後で理由直接聞いてみようと思いますけど、なんか何かしらヒントとかきっかけがあったんだとしたら、ものすごい勘がいいなと思いますけどね。はい。おかえり。つけたよ。いやもうね、すげえ。いやーすげえ。すごいです。あいつが悪なんだよ。あいつが信じてましたよ。岸尾さん信じてました。なるもんじゃねえよ。本当信じてました。いやもう完全に寿命が縮んだ。今回は人狼チームの勝利ということで、おめでとうございます。素晴らしい名勝負でした。いや嬉しいよりもこの解放感が嬉しい。ようやく終わったっていう、ね、それでは一言ずつ感想をいただきたいと思います。そうですね、やっぱり難しいなと思いましたね。すごい自然体だったので、今までのこう流れとか見ててもなんかそこまで、ね、人狼という役職を抱えているように感じられなかったので、まあ、すいませんでした。もうね、皆さん、はい、まあ、2戦を通してビギナーのお二人にクロート二人が戻らされている様は面白いですね。楽しかったです。はい、まあ本当に難しいゲームだなと思うとともに、本当に僕は向いてないなと思いながら2回目人間をやっておりました。やはり伝説の岸尾さんには勝てないですね。菅沼さん、お願いします。はい、いやもうね、敗因は完全に僕のね、味方のミスリードでしたね。僕が大丈夫大丈夫って言い過ぎちゃったから、周りのみんなも、あ、岸尾さんは大丈夫なんだっていう空気作っちゃったのがいけなかったですね。完全にフラットの状態にしておけばまだ分かんなかったかなという反省でございます。ごめんな、あとな。ごめんね。島崎さん、疑っちゃったな。どうですか。もう完全騙されたんです。げえ、逆に気持ち面白かったです。だってもう真島さんごめんなさい。俺も疑ってたもの。
ここ完全にお互い疑ってましたもん ねすごかったっす。青鬼の先輩すごいなと思いました。これからも青鬼プロダクションよろしくお願いします。はい、お願いします。塩さんのことを信じてました。勝ちましたね。勝ったね。勝ちましたね。やりました。はい、進路チーム万歳。何もしてないけど。はい、もう少しゲームに参加したかったです。ちょっとまだふわふわとね、このゲームの感覚をつかもうというところで裏に入っちゃったんで、またどっかで声の力が足らなくなったら声をかけてください。マックミックという事務所でございます。お待ちしております。はい、岸尾さん。はい、勝った喜びよりも終わった回喜びの方がね強いですよね。あと運だな、1回戦目でなんか撒いてた種がすごい目を開いたんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。いや、終わっちゃよかった。はい、岡本さん、いかがでしょう。はい、一言、悔しいっす。今日はご飯が美味しくないかもしれないからリベンジしたい。ありがとうございました。でも楽しいですね、人狼ゲーム。はい、そして皆さん、やりました。この名勝負のおかげで皆さんが帰るためのエネルギーもしっかりと溜まりました。そちらの後ろの扉から出れば皆さんの世界に帰ることができます。ありがとうございました。さあ、皆さんの世界にお帰りください。意外とさらっとしてる。ドア開けたら帰りたくないって言ったら勝手にお帰りくださいみたいな。ありがとうございます。伝説の声優たちを、さようなら。伝説の声優が。岸尾さんは本当に伝説の岸尾。あ、すげえ、やっぱり。放射ルーム。追放された人は残りのバトルを観戦。さあ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 、高橋さんが恋人か、杉山さんが狩人か。1日目、夜。頑張って。こちらの方でよろしいですか。いいよ。そう。狩人の方は目を開けてください。狩人さんは黙ってたんですね。誰を守りますか。冷静に誰を守るかを見とったわけですね。で、間違いない、ね。こちらの方でよろしいですか。昨晩人狼に追放されたのは。誰でしょう。高橋です。高橋さんの正体は恋人でした。
悲しい。なんで？みんな愕然と、みんな愕然としている。もう一人の恋人を発表してください。もちろん木村良平だよ。はい。恋人の木村さんも気に入りましたよ。一緒に追放されることとなります。これでだいぶいい勝負ができるんじゃないですか。木村さん切れ者ですからね。頑張ってくれ。頑張れ。やっぱり杉山さんがね冷静なんですよね。2日目を始めてください。一番最初にやっつけたい。ようこそ。えい。いやー、同じ順番で高橋さん、またまた会ったな。早いうちにお会いしました、ね、あ、そっか、さっきもそうです。塩くんなの？もうね、みんな潰し合ってますよ今。今。マジか。そうなんです。で、杉山さんがありうどなのか。そうなんです、そうなんです。岸尾さん、よく高橋さんを指してくれたと。高橋さんを言ったっていうことに関して言うと、うんうん、で本当に意外だったの。うん。いや、これいつものマジなんだよ。多分そっか、ね、岸尾先生ですから。一番おきさんに気持ちがあったんですかね。一番こう指名しやすかったのが俺だったんじゃないのか。2日目追放投票。3人の方はその場に立って最終弁明をしてください。それでは人間なのにっていう表情をしてますね。はい、3人の誰かに同時に投票をしていただきます。どっちか減った方がいいかもしれないね。 それでは、うん、潰しちゃっちゃいますね。せーの、お岡本さんです。岡本さんの正体は人間でした。カリオでも次誰を守るかですよね、うん、ぜひね、岸尾さんを守っていただきたいです。そこだよ、そんな顔してるわ。岸尾さんを守ってぜひ気にしないでください皆さん。僕ははっきりと狼が今分かりました。お、皆さん、あとは頑張ってください。2日目、夜。そうですね、そうですね。こちらの方でよろしいですか。マジョグ、こちらの方でよろしいですか。続きまして、狩人の方、目を開けてください。狩人の方、目を開けてください。ガリウドの目してるわ。守って、岸尾さんを守って。お、ごめんなさい。いらっしゃい、いらっしゃい。あ、違う、こちらの方でよろしいですか。あれ、あ、菅沼さん、信長くんじゃないの。違うの、違った。目を閉じて、伝説の伝説の岸尾さんです。目を閉じてください。え、誰食べたんですか。マジマさん、マジマさんが食べました。人狼に、俺だったら杉山さんに追放されたのは、真島さんです。なるほど。分かったぞ。こうなってくるとちょっとやっぱ岸田さんが大変になってくるね。うん、杉山さん誰守ったんですか。そうですね、まあ僕に来るだろうなと今思ってました。真島さんの正体は人間でした。怖いよ、怖いよ、ちょっとみんな一段階老けたようで。めっちゃ頭使ってますよね。ここは今回本当のことしか、思ってることしか言ってた。本当にだった。それがヒントになればいいなと。はい、人間同士の骨肉の争いを見てたんで、ね、裏切り裏切り。でもここから大作さんに行くね、やっぱり菅沼さんしかいないっていうか。3日目、昼。人間側の判断を明確にするためにここで立場を明かします。僕は狩人です。お、そうか、狩人、はい、で守ったんですけどあっち行っちゃったんであってなってました。消去法というか普通に考えて、はい、マジが指さしてた人が怪しくない、うん、さっきね。そうすると
信長なんだよな。だその ね、さっきの2人が残ってた時、そう2人とも同じ意見、うん、いやでもこの場にいたら、うん、正直言うと信長君って言いたくなる、うん、怖さも相まって、うんうん、だからここで打破できるのはやっぱ菅沼さんしかいない。そうだよね。完全にずれてたんで。どうでした？マジか。やっぱりか。やっぱりもう杉山さんだったら終わりだなって思った。うーん、あの人何にも出さないから。これ本当自分のプリンスであってほしいぐらいだ。本当に3日目追放投票。どうしようか。カメラ的に悩んでいる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 。きっとロジックで言ったら大作さんなのにっていう背中でかなと。なるほど、いやもう菅沼さん、よーし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 。いや俺はそう思っているよ。これで違ったらごめんな。違ったらごめんな。しかーいやでも俺もあの場にいたらな。結局島崎さん3票さすが。そしてさすが伝説の騎乗さん塩さん1票ということで本日追放されるのは島崎さんです。あれこれでしたら次負け噛まれて終わり。人狼勝って、うん、島崎さんの正体は狩人と分かっちゃってますからね。負け決定か。信長君今日寝れないだろうな。人間でした。絶対寝れないだろうな。マジかー。真島さんごめんなさい。分かんない分かんない。なんでなんで誰誰誰。こちらの方でよろしいですか。こちらの方でよろしいですか。わかりました。目を閉じてください。うわすごいわ。閉じてください。真島さんごめんなさい。とんでもない。でも俺も最後まで疑ってたから。しょうがない。めっちゃ疑ってた。うっそ岸尾さん。いやマジかこの男怖え。すげえ。なんでひろきさん噛んだんすか。すげえ。もう僕無理だわこれ。すげえ。本当に誰か杉山さんです。いや俺信長くんだ。絶対信長くんだ。難しい。杉山さんの正体は狩人でした。絵的にいいな。マジか。分かんないよ。分からない。やっとこの二人を持ってくんですよ。すいませんでした。青鬼の先輩ってすごいや。すごい。チーム青鬼の二人すごいよ。すごいね。もうやだ俺。あんな真島さんって言っても真島さん死んだ日の俺。確かにあんだけ真島さん。よし。うわ。これはでも乾杯だわ。乾杯。無理だよ。すごい。岸尾さんノーマークでした。ノーマークです。もうなんかあのリラックスやり取りは絶対もう違うんだろうなって見た前提で。でも座ったのはそのつもりで座ったんだ。そのつもりで座った。じゃあ俺もそっちかこっちかで迷ってたから絶対こっちねえと思った。ありやんすごいね運営はね。みんな座る位置見てる。すごいなんだいこれ。いやすごい。俺はね信長くん俺は疑ってたよ。信長怖いよこれ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで2戦目は人狼勝利ということでおめでとうございます。すごかった。まあ、結果だけ見ると1日目に人狼を追放したのに最後まで人狼で残って勝ったっていう状況でしたね。いやもう疲れてますけど大丈夫ですか。裏に行きたかったです。あーそうだ、2戦目はすぐ裏に行くって言ってましたもんね。一番裏を欲してたのは俺です。どうでした人狼は最後まで隠れなきゃいけない。もう神道以外何者でもない。もう人狼じゃなくてね、神狼がたまりました。
調子が戻ってきました。塩ギャグ出たよ。最初でもすごかったですね。あれは俺が恋人の片割れだと気がついたの。まさか。誰でもよかったです。誰でもよかった。誰でもよかった。そっか。リアルでしたよ。ヒロキが恋人って、うん、えってなった。マジでマジでって驚きが出たから、おこれ芝居じゃなくていい感じ出たってすごいな。それで多分調子が上がってったのかな。まあね、うん、おきつさんが初日にもやたらと、ま、たやたらと疑われましたね。まただってメガネだからとかそんなこと。いやでも本当に怪しかったんだよ。いや本当はなんかもっとドンって嘘つければいいんですけど、恋人ですとは言えないじゃないですか。まあ、恋人2人を敵に回しちゃ う, いやだから そ, う、ね、そこで人間ですって言わなかったから言った言った。でも、ね、流れちゃった。恋人じゃありませんって先に言ったの。多分人間ですって言えなかったんだと思う、うん、なるほ ど, なるほど。一瞬考えちゃった、間を感じ取ったと、ね、それではこのおきつのシーンを振り返ってみましょう。おきつくん全然喋んないけど、おきつくんメガネはさっき外しただけ で, 外しただけです。僕は恋人じゃありません。はい、はい、じゃあ何なんですか。人間でしょ。他何も言えないでしょ。人間でしょ。いや今してた話は恋人は名乗り出るべきなのかどうかって、ね、あ、そうそうそう。このおきつの動揺をもう一人のメガネ真島は見逃さなかった。やはりそこは人間だったら人間ですとすっと言っちゃってる。ちょっと考えた風に見えたという。なるほどなるほど、汗もかいてなかったですね。フォローしたかったんだけどね。いやいやいや、そこは正解だと思う。何もできなかった。いやほとんど投票は入らなかったんじゃない。投票入らなかった。入ってない。そう、ね、俺が守っちゃったんだから。そうそう、あの人は大丈夫って言っちゃったから。そういや頑張ってね、あの気象ギャグを出しといたから。真島さんがなんか自分には向いてないっておっしゃってましたけど、あの決選投票で3人で、ねええ、なった時の弁明なんてものすごく人間っぽかったですけどね。あれいつもの真島ですよ。いや多分彼が分かってくれるだろうから、うん、分かった分かった、僕は彼は人間だって思ってたんで、うん、なるほどなるほど、ちゃんといつも通りにしようと思ったんです、うん、いやだからああいうところでちょっとやっぱ結局入らなかったですよね。決戦投票でも入らなかったっていうのは、ね、あの弁明がやはり人間っぽかったというか、やっぱ嘘つけないんですね僕。マジあの後分かってたでしょ。俺だっていや分かってないです。分かってない。こっちだと思って。あ、そうなんだ。俺すっげえ目があったから、うん、あ、やべえこれもう。ちなみに杉山さんは狩人、しかも最後まで残ったっていうの、うん、それもまたすごいんですけど、うん、守る相手って難しいですよね。難しいですね。最後の最後で、まあ、どっちしろ負けちゃうんですけど、うん、あのその前のターンで実はね、うん、あの守ってたんですよ。守ってたんですけどね、なんかその後あれってなって結局迷って表情、最終的な表情を見た時にすっごい自然な顔でこうやってしてたのが、あ、そんなわけないなって、すごい悩んでる顔してたのが逆に作ってるのかなって思っちゃって、で最後ちょっと変えたんで守っちゃったんですけど、多分ああ終わったっていうリラックスだったんでしょうね。同じポーズしなきゃって、これ自分で刺してるから刺した後が同じポーズしなきゃってしてた。ちなみにあの1日目はしっかりと木村さんを守って、はい、たんですけど、かけてみたら逆サイドで、いやまさかどんだけエスパーなんだと思って。あれはしょうがないですね。しょうがない。真逆のパターンですね、1回目とは。やり合いすぎました。本当反省しました。バトりすぎたのね。バトりすぎました。いやそこで盛り上がってたから余計にさ、はい、その三択肢あのね、あの2人消えた後に、ね、ここまで来て信長くん白はないかなみたいな、白っていうかね、まあ、人間はないかなと思って。普通に考えてちょっとこの二人後で俺反省会なんです。やりおえさんにも言われたんですけど、お前ら好きなの分かってるけど、お前らが熱くなってどうすんの。もう絶対信長くんだと思ってます。いやもう普段僕らってそんなに確定させないんですよ、うん、絶対馬島さんだなんて思わないし、そうそう、でもなんかこのみんなの空気に当てられたって言ったらなんですけど、普段やんないですよ絶対。引き出す方に専念する2人なのに、俺の直感。いやなんか違う、もうなんか僕の中でこの2人は絶対違うってなり、もう白ってやっちゃったんですよね。でさらになんか俺も直感を信じてみようみたいになり、ダメだ、ダメだ、やっぱ環境とメンバーが変わると、うん、プレイスタイルも変わるんだなと思って、いや僕最高にピエロだったと思うんですけど、今ひろきさんなんで噛んだんですかっていうので、誰でもよかったっていうので、僕あそっか、あるのか、誰でもよかったんだ、誰でもよかったから、逆に強い人じゃなければいいかなと思った、うん、なるほど。それでまた混乱しちゃったのか。いやだからもう全力でピエロでしたけど楽しかったですね。いやいや、あんな笑顔ない島崎信長さんを見たの初めてですよ。
ずっと真顔、一番最後だけスンってしたそうですよ本当にすごい持ってるもう面白い回を2回で出してもらったっていうのでびっくりしました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、岡本信彦です。本当信長くんじゃないんですけど超悔しいです。はい、なんでね、今回オープンルールということで、いつも木村さんちでやってるのはオープンにしないようなタイプのゲームなんですよ。なので、自分の直感力をですねちょっと信じた結果、僕の直感は全部外れているということで、もう勘がまるで当てはまらない人間なんだなって思いました。なんでね、これからもずっと考えていきたいんですけども、今回ずっと人間なんですよ。だからなんか役職欲しかったなとは思いました。いやでも人間でもこうやって、まあ僕ピエロ2号だと思うんですけど、ピエロ2号になってこう思ったのは、まあ悪くないなっていうかですね、翻弄されるのも楽しいなって思いました。多分この画面を映像を見てる人もですね、触発されて人狼ゲームやると思うんですけども、ぜひですね、人を疑った時にはゲームが終わった時には謝りを入れましょうね。ごめんね信長くん、ありがとうございました。どうも、沖塚瑞希です。夜を過ごすことが一度もできませんでした。非常に悲しいです。実は今朝寝違えてまして、実際ここ寝違えてて痛いんですけれども、朝を迎えた時に寝違えちゃったって言いたかった。ありがとうございました。人狼ゲーム楽しいですね。みんなも楽しんでください。次こそは夜を楽しんでやりたいと思います。ありがとうございました。キリンさんが好きです、でもオオカミさんがもっと好きです、でおなじみの、伝説の騎士王でございます。まあ今回はねこういう2回戦のやってみてね、こういう形になりましたけどね、疲れた、それしかね言えないです。まあ面白かったとは思うんですけど、非常に本当にもう起きつくんじゃないですけど、僕もね左肩にものすごい人狼と心狼がたまりましてですね、これねもう腕から出てくるんじゃないかなって、お何の身もないコメントだなこれな。うん、人狼ゲームも面白かったんですけど、楽屋でですねまた違うゲームをやってたんで、そっちもね悩みやみんなでワイワイやってボンヨンヨンバンヤバンヤバンボンボンっていろいろ企画はある。じゃあはい、楽しかったですね。個人的にも、恋人もやれて人狼もやれていろいろ仕事ができたんで楽しかったです。ただねなんかこう、人狼1回しかやったことないんですけど、同じ系統のというかね議論を交わして推理していくようなゲームを、普段やってるんですけれども、こうカメラがあって人に見せて楽しんでもらうってことを考えながら作っていくと、こんなにも違うゲームになるんだなと、そこが非常に興味深くて、なかなか独特なゲームを楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。DVD ご覧になっていただき本当にありがとうございました。さあ飲むぞ。どうも、今回多分一番ピエロになりました島崎信長です。いやー面白いですね本当。反省会トークでも言ったんですけれど、いやメンバーと場所が変わると全然違ってて、普段とても機械的にっていうか、いわゆる役職とかの論理とかそういうのをメインに人狼をやってたりしてたので、今回のこういう直感とかをねやるのも珍しかったし、でちょっとそうなんか俺も直感みたいにやってみようかなって思ったらもう大外れで、いやまたでもなんか人狼ってゲームがね、最近ちょっとむしろそんなにやってなかったというか、別のゲームが面白いなみたいになったんですけど、改めて面白いなと思ったんで、これを見て興味を持った皆さんもぜひ人狼プレイしてみてください。いや本当ね悔しい、でもゲームはなんか全力でやってね、負けても楽しく悔しいなやっぱり、またやりたい。ありがとうございました。あと真島さんごめんなさい、ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様です、菅沼久義です。いや本当にですね難しかったです。もう誰がね人狼かっていうのは本当に分かりませんでしたね、真島くん以外は。いや本当にね難しい、真島くん以外はね。これからねまたみんなでまた
こうやって集まってね人狼をやれたらいいなと思っております。真島君以外とということで今日はありがとうございました。ゲームは1日1時間じゃないとみんなこんなことになっちゃうよ。バイバイ。はい、お疲れ様でした。本当に、今日初めて人狼バトルをやらせていただいてすごい奥が深いなと思うと同時に皆さんうまいなと、感心しきりでした。もうねやっぱり逆になんかこう1回2回と回を重ねてミスリードとかそういうのに引っかからないようにって思えば思うほど自然体でいる方に逆に騙されたりとかということがあったりしてすごい奥が深いなと思いました。でもとても楽しい収録でした。どうもありがとうございました。高橋弘樹です。2ゲームやって両方とも何かしらの役職といいますか恋人が役職というのかどうか分かりませんけども役割があったんですが非常にみんなの役に立てなかったと深く反省しております。やっぱ何度かやってる人たちはその言葉の裏を読んでみたりとか自分でこうミスリードを促してみたりとかっていうことをやってるんですけどね僕はやっぱりその場でルールを把握するので精一杯だったんでぜひまたなかなかねこういうメンバーと一緒に遊ぶっていう機会もないのでねもし機会をいただけたらぜひまた参加させていただけたらなっていうふうに思いますし今度呼んでね呼んでもらえるように努力したいと思います。どうもありがとうございました。楽しかったです。いやー非常に楽しい、面白いゲームになってたんじゃないかなと思います。まあもともとその人を騙すゲームなのであまり僕には向いてないなと思って今まで手を出してなかったんですけど逆にこう人間になった時に人をと人狼をこう推理していくっていう面白さが分かったので今後もぜひやれたらいいなと思うようなこう楽しい人狼に参加できてよかったなと思いました。ありがとうございました。